腹が減っては行くとはできない。あ、美味しそうなメロンパン。あ、影になってる。これがなんと3度。あーれー潰されるね。どっちから行く？表？どっちでもいいかな。びっくり。そっから麺出てきちゃう。あ、ギリギリセーフじゃん。あ、なんか飛んできたんですけど。え、あ、スパイス。スパイス飛んできた。どこ撮影？スパイス。スパイス飛んできた。カレーなる。スパイス。あ、スパイスが。スパイス。スパイスがどうもね。持ってればいいんだ。いいかもしれん。あ、いいにおい。ペッパーみたいな。うん、ちょっと混ぜる。じゃあいただき。お先に。あ、めっちゃいい匂いする。みたいなやつ、カトリさん。はい、来た、ね。このキャンプ場はハエが多い。たまたま。もっと一人いたら分散すんだかな、ハエ。ずっとかわいい。あ、海だ。すごいね、このなんかせり上がり。すごいよ。ハワイぶりなの。そうか。違うか。いや、何を持ってる海。あ、やだ、めっちゃ砂入ってくる。あ、すごい綺麗。写真写真。あそこに人いるよ。本当だ。あ、釣りしてる。あ、釣りなんだ。おばさん。うん。1000円の場合、瓶移せっていう話だよね。
生ハムを手づかみ。このワインやっぱり美味しい。シートシートごといったわけ。これ油すごそうだよ。はい、来た。ウェーイウェーイ。何これ、絵みたい。なんかすごいね、あの夕日がいい感じに光ってる。ハエがそして寄ってきている。チャンス、手作りのテーブル100均。何かしないと。メスティンに燻製をしたら失敗した。火力が強すぎた。裂けるチーズがいなくなった。笹かまはただ美味しい。ただただ笹かま美味しい。しかもチップも大してまだ火通ってないから、まだ燻製にはなってないけど、単純に美味しい。温まった、うん、温まっただけです。単純に美味しい。ここにあったらおしゃれかな。しまいには風でこのコンロガラガラガンとなりました。でガスプシューってなって匂いで起き、無理やり強制起床させる。ガスないのかな。ホットサンドハム凍ってる。4枚入りか、うん、凍ってる。果たしてサンドされるのでしょうか。サンドされんじゃないか。この蓋を閉めたらサンドです。OK か。パン。OK じゃない OK じゃない。大豆でパン、果たして閉まるのでしょうか。すごいじゃん、オマック。オマックすごいじゃん。オマックじゃなかったの。そうです、1000円ですよ。安い。そうそう、ココア入れない。やばい、箸で混ぜようと思ったけど、あれバジルついてる。逆使うの。すごい泳いでる。生きてる。息がいいココアですね。朝ココアってなんか健康って感じしない？ね、家でもやる？本格的にお詳しないじゃん。汚いじゃん。汚いよ。汚い。せめてバジルつけないからだと思う。うん。せめてバジルのとこ出してよ。よいしょ。じゃあどうでしょう。オープン。いい匂いはするね。あ、いい感じ。どうする？もうちょい行く？もうちょい考えよう、うん、こっち側の目もうちょっと。こいつ指示だけして何もやらないってね。ボソボソ言われちゃう。GoPro 持ってるだけじゃない。でボソボソ言われちゃう。ああ
いいね、いいんじゃない、食べるか、まな板出すか、中が温まってればよろしいんじゃないでしょうか。まな板あるの、あるのか、薄っぺらい。よし、めっちゃいい匂いする。すごいじゃん、ハエが止まっとる。色の音持ちですわ、このガラス。